こんにちは。今日は条件付き確率その4、サイコロ3つ編ということで、サイコロ2つ編っていうのは中学校の頃やったと思います。それはですね、カッコ1番で使いますんで、ちょっとその応用編としてカッコ2、カッコ3があるよと。で、見てみてくださいね。XYZ のサイコロを振って出た目を XYZ とするときに以下の確率を求めようと。まず、カッコ1番です。A が起こる確率っていうのは X 小なり Y ということですから、これは1個目のサイコロの方数が小さい時なんで、これはですね、表を書けばいいと思いますよ。さあ、表が出来上がりましたので、この中に丸×を入れていきたいと思います。これ A が起こる確率を求めようということだから、こことここはですね、11で XY も同じなんですよ。 A は X 小なり Y だから、これ同じとこはダメです。で、ここも待ってにしちゃったですね。ここはダメです。で、同じとこ全部とりあえずダメですね。はい。ここダメということになりました。じゃあこの辺どうですか、この辺どうですかということですけど、こっち側は x の方が大きいんです。x が2で y が1っていう意味なんで、x ちっちゃくならなきゃいけないから、この辺も全部ダメなんです。要するにこっち半分全部ダメなんですね。こうです。そうしてこう入れていけば、これはね、中学校の範囲なんですけど、全部でマス目の数36ありますから、36分の1234567891011121314151415ということで、これ3で割れますから12分の5ということになりますよね。これは簡単です。続きまして、カッコ2番です。カッコ2番はさっきカッコ1で書いた表を6つ書くぞっていう方式でいきます。6つ書くと言われても、6つ書かなくていいんです。見ててください。この中で A かつ B ができる確率ということなんですけど、これはですね、 X が1の時のものです。 X が1の時、これ Y が、1で Z も1だったら、これ111ですから、こういうこと両方起きません。ダメです。で、今度は、X が1で Y が、ごめんなさい、これ縦が Y ですね。縦が Y、2で Z が1、121だから、これ起きてるかって言ったら、これ1と1で同じものが起こる。だからダメなんですね。これもダメ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 。で、ここら辺でだんだん気がつくんですけど、x が1でそれよりも y がでかければ、これは a が起きるから、 a が起きる範囲っていうのはこっち側全部なんじゃないかな。で、さらに今度はこれが起きる確率ですね。 x が z よりちっちゃい確率ですから、これはこっちです。これの時っていうのは x が1で、y は関係ありません。 z が23456ですから、これ全部 OK ということで、これ x が1の時は何通りあるかって言ったら、これ午後25通りあることになったと。で、次いきます。今度は x が2の時ですね。これは x が2で y が1で z が1、そんなイメージですね。ここどうですかね。 x が2で y も z もこれ x よりちっちゃいから、当然ここはダメかなーなんていうことになってくると。で、そんな要領でまたちょっとやっていくんですけど、ちょっとさっきと同じ感じでいきましょうかね。a が起きる確率ですから、 x が2なんで、これさっきよりちょっと狭まりますんで、ここってことになりますね。で、次はここってことになりますね。つまりどうなるかって言ったら、ここですから、これ獅子16ですよ。両方起きる確率が、この赤と青が両方かぶってる範囲なんで、獅子16と。で、もう気づいたと思いますけど、 x が3の時は、ここになるんだろうね。つまり x が3の時は9通りあり、x が4の時はこれは、
これ2人が4で4通りあり、 x が5の時はこれは、ここだけになりますから1通りということで、答えはこれ全部でマス目はこれ6個分ありますんで6の3乗216ですね。216分の25たす16たす9たす4たす1ということで216分のこれ41ですね、50ですね、55、これは、まあ約分できるのかなと思いますけど、これ 5×11 ですよね。これで下は、2×3 の6の3乗のこんな状態なので共通因数はありません、約分できませんということになります。はい、ということで括弧3番です。括弧3番は A が起こった時に B が起きる確率ということで、これが条件付き確率ってことですよね。で A が起きた時っていうのはこれ赤で囲ってますから、これ赤で囲ってる中の青が起きる確率っていうのがこれは条件付き確率ってことになります。教科書に書いてあるように難しく考えなくていいんです。これ文字通り意味を考えていくのが一番いい方法だと思います。 A が起きた時 B が起きるのはここですよね、ここですよね。これはもう無視してください。だからこれ X が1の時の条件どうなるかっていうと、これの場合は全体が30あって起きる確率、起きる確率がこれは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ですよね。25あります。で、これまあ緑とかで書いた方がですね、わかりやすいですね。条件付き確率が起きているのはこれ緑の部分です。赤分の緑だと考えてくださいね。で、さらに今度は X が2の時、やっぱり A が起きた時だから A が起きるのはこの赤でしたよ。で、これ青が起きるとき、ちょっと見づらいんでまた緑で囲みますけど、この緑の範囲っていうのがこれは条件付き確率のところなんで、起きるのが今度は 何通りかって言ったら、これは、これは 1,2,3,4 の4,6,24 ですよね。ごめんなさい、全部が何通りかってことで 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6 ですから 4,6,24 ですよね。で、そのうちこの緑が何個あるかって言ったら、これは16個ということですよ。で、これ全部の場合はどうなるかっていうと、これ X が3の時全部の場合が、どんどん減ってますね。これ3024と来てますから、これ、この赤のマス目がこうどんどん右に来ると、これは書かなくても頭の中で分かりますよね。これ A が起きるか、 A が起きるとこれどんどんこれ減ってきますから、X が上がるたんびに減ってきますから、これが、X が3の時はまた4個減って、6個減って、18、これ12、で6ってなるはずですよ。で、起きるのはどうですかって言うと、これは最初は X が3の時どうですかってことで、これは実はさっきのこの両方ともが兼ねてるやつですよね。これ消さなかったらよかったですけど、25、16でこの範囲ですから、これも、まあ平方数でどんどん減っていきます。25、16、9、4、1ということで。で、これ30分の25を足すとかしたったら、これむちゃくちゃなことになります。全部が、これ、この赤のステージが全部になるんです。だから、全部は、30足す24足す、18足す、12足す6ということになります。で、上は平方数ですよね。25、16、10、あ、ごめんなさい、941ですね。これが答えです。ちょっと計算してみます。まあこれは等比数列の、ごめんなさい、等差数列の相和なんで、2分の1、これ項数が5で初項を足す、まあ、こうですか。でこれ等差数列の、これは等差数列というか、まあ、事乗のシグマのやつですね。だから、6分の1、いや普通に計算した方がいいですかね、これは。これは、1と9で10で14で、ここさっき計算したじゃないですか。
これは149.16.25、これ55でしたから、こういうことになります。で、これ最後まで計算します。ここが18なんで 5×18/55、 ここは約分ができて、18分の11ということになります。